今回は嘘か本当かわからない海外動画を統合版で検証していくぞ。中にはマイクラを遊ぶ上で使える内容もあるからぜひ見てみておくれ。本編に行く前にみんなチャンネル登録と高評価は済んだか？登録や高評価をするとお年玉が倍になるぞ。目標はチャンネル登録700人、高評価3000件、よろしく頼む。海外の動画の場合、粉雪の足場に召喚したのはスノーゴーレム。残念ながら沈んでいってしまったぞ。次は羊だー。こちらも没収と。残念。今度は猫を召喚。軽そうな見た目に反してやっぱり沈んでいく。猫がダメなら狼は、こちらも沈んでしまった。もはや粉雪に沈まないモブはいないのか？ということで最後に召喚されたのが狐。こちらは粉雪の上で沈まずに元気そう。これには下の狼もお怒りの様子。というわけで狐は粉雪に沈みませんでした。実際に試した場合、まずは動画と同じような構造を準備した。視聴者のみんなが粉雪に沈んで欲しくないモブは一体なんだろう？よかったらコメントで教えてくれると嬉しいぞ。目標コメント数は200件。それじゃあモブを召喚していくぞ。動画と同じくスノーゴーレム沈んだ。羊こちらも残念。猫もダメでした。狼も沈んだぞ。ということはキツネは動画の通り沈まなかったんですわ。この他にもウサギ、シルバーフィッシュ、エンダーマイトも粉雪に沈まなかったぞ。キツネ以外はかなり小さなモブだな。同じく小さなカエルやオタマジャクシは沈むし、雪の多い鉱山地帯に生息するヤギも沈んでしまったぞ。粉雪で落とし穴を作成する場合はカムフラージュとして沈まないモブを放つとバレにくいぞ。海外の動画の場合、作業台の手前に鉄のインゴットが転がっている。これを拾ったプレイヤーは作業台でバケツを作成。そのバケツを持って牛のところへ行き、バケツを使用してミルクを獲得。そのまま近くの家の壁際へ行き、柱に向かってミルクを使用。バケツが空になって白い液体が流れ出した。気泡ゲージも出ているから水中扱いだな。空のバケツで回収もできてミルクの水源だったというわけ。村の教会の屋上から飛び降りて、ミルクで落下ダメージを無効化。教会の壁面にミルクを使用すると白い水源が発生。まさに水バケツと同じ使用感だ。実際に試した場合、マイクラで流れる液体といえば水と溶岩だよな。白い液体が流れる様子なんて見たことがないが、実際に試してみるんですわ。というわけで牛からミルクを頂戴するぞ。このミルク入りバケツを村人の家の壁に、壁に、ぬおぉ、できねえ。何度やっても口元にバケツを持って行って飲んでしまうんですわ。だったら落下ダメージの無効化だ。高いところに登って、とう、落下地点にミルクバケツを、じゃあ、飲み干しちまったー。海外の動画の場合、夜になってベッドを置いたプレイヤー。普通にベッドを使っても3人称視点だとしてもプレイヤーの顔は遠いよな。それがベッドの隣にトラップドアを置き、泳ぎ状態でベッドに入ると、目の前に来るプレイヤーの顔、なかなかレアな光景だ。実際に試した場合、動画のようにベッドから1マス離してブロックを並べ、トラップドアも配置したぞ。まず普通に寝てみると、こんな感じで顔は見えないな。それじゃあトラップドアで泳ぎ状態になり、3人称視点になるぞ。この状態でベッドを使うと、見えているのは私の足か？ということは動画の通りにはなっていないぞ。は、そうか。今の私は統合版で検証している。それに対して動画の技は Java 版だったぞ。ということで Java 版で同じ条件を再現した。早速泳ぎ状態で3人称視点でベッドに眠るぞ。おお、私のプリティーな寝顔が画面に映ったんですわ。というわけで自分の顔を見ながら眠る方法は Java 版限定の技でした。海外の動画の場合、4色のベッドをカラフルに配置していく。そしたらベッドの頭側にピストンを配置。これも4箇所置いていくぞ。こんな感じで十字にベッドが並んでいる。このピストンの後ろにレッドストーンリピーターを4つ配置しよう。さらにリピーターからレッドストーンパウダーを延長だ。すべてが同時に動くように回路を組んでいくぞ。回路が全部繋がったら、1箇所からレッドストーンパウダーを伸ばしてレバーを設置。レバーの先にマスを掘る。これで準備はオッケー。さっきの穴に入り込んで、レバーをオン、ドカーン、ベッドが爆発し、爆心地には見慣れぬ人と、いつもより豪華なベッドが存在。この人物は一体何者で、ベッドにはどんな効果があるんだろうか？実際に試した場合、それじゃあ動画と同じようにベッドを置いていくぞ。4つの別々の色のベッドだ。そしたらピストンを4つ置いて、そこにレッドストーンリピーター。これにレッドストーンパウダーを接続していき、一周ぐるっと回路を接続。レバーを置いて、穴を掘ったら準備完了。あんな豪華なベッドで眠れたら極上の気持ちで朝を迎えられるだろう。楽しみだ。行くぞ。レバーオン。あれ？ベッドが壊れちまった。秘密のベッドの動画の再現は失敗。
海外の動画の場合、地面にスポンジを置いて、その上にブロックを重ねる。スポンジから7段目のブロックには周囲に出っ張りを作ろう。中心のブロックは破壊して、そこに水バケツで水源を設置。水源の真下のブロックはそのままで、その下のブロックをスポンジまで破壊、また上まで登ってきたら、水源の横のブロックを順番に壊す。水源から流れ落ちた水流が順番にスポンジに吸われるぞ。しかもスポンジはずっと乾いたまま、無限に水流を消し続けるんですわ。まさに永久機関の完成だ。実際に試した場合、まずは再現のためにメサバイオームにやってきた。ここにさっきの装置を作っていくぞ。スポンジを置いて、ブロックを7個重ねる。一番上を少し広げて、中心に穴、そこに水を入れたら、下側のブロックを壊す。これで準備は完了だ。それじゃあ永久機関ができるか検証するぞ。水源の横のブロックを順番に壊す。水流が流れ落ちて、スポンジが水流を消す。でも消すのは最初だけで、その後は垂れ流しになってるな。何度かチャレンジしてみたけどできないから、再現は失敗とするぜ。ただ運が良ければできるかもしれないから、みんなもチャレンジしてみてくれ。海外の動画の場合、というわけでここに集められたのはこの4人。それぞれの周囲にピストンを配置。全部が飛び出したら1箇所に重なっちまうな。ベッドの時と同様にレッドストーン回路で、同時に1箇所に集めるようにして、レバーオン、ドカーン、爆風の向こうに現れたのは、エンティティ303。一体何が起こったんだ？実際に試した場合、さっきのは一体、白い服装で黒い肌、目は真っ赤だったからエンティティ303に間違いない。奴はかなり凶悪な都市伝説で、詳しくは以前この動画で紹介したから興味のある人は見ておくれ。そんな危険な存在を呼び出す技なんて必要なさそうだが、ものは試しだ。まずは動画の通りモブを4体集めたぞ。こいつらを1箇所に押し出すようにピストンを置いて、回路を作ったら、レバーと待機スペースを作成。それじゃあ装置を起動するぞ。ポチッとな。海外の動画の場合、柵に覆われた4種類の10体のモブたち、これらに対応するハンターを呼び出して、全員を根絶やしにする最速のハンターを調べるぞ。まずはウサギ、対するのは猫だ。タイムはこんな感じ。次は村人、ハンターはヴィンディケーターが務める。すべて倒し終えてタイムはこうでした。スケルトンと戦うのは、骨が大好きな狼です。かなり時間がかかって仮終了。残ったゾンビを倒すのは、アイアンゴーレム、若干フライングだが時間を計り始め、このタイムで倒し終えた。結果として最速のハンターは猫でした。実際に試した場合、同じ構造を準備したぞ。早速試してみよう。組み合わせはみんなわかっているだろうから、仮の様子を同時に流しちまおう。海外の動画と同じ結果になるのか？視聴者のみんなも予想しながら見てくれ。用意スタート。やっぱり一撃で倒せない狼が遅いな。他は相手を一撃で倒していくから、移動速度が重要だ。というわけで全員倒し終えました。結果は、ゴーレムが優勝。海外の動画とは違う結果になったが、狼以外はどれが勝ってもおかしくない接戦だったぞ。他にも気になるハンターがいたら検証してみるからコメントで教えてくれ。海外の動画の場合、まずはピストンを置いて、2マス離れた場所に向かい合わせにもう一つピストン、1箇所には TNT を配置して、ご丁寧にバリアブロックを置いてから、水バケツで水源を設置、TNT 側のピストンの後ろからレッドストーンパウダーを伸ばして、レバーを置いて、反対側のピストンまで回路をつなげる。これでピストンを同時に動かすことができるな。レバーを動かすと一体どんなことが起こるんだ？それじゃあスイッチオン、顔を上げるとそこには、青色の TNT が、普通は赤い場所が全て青に変化している。周囲を片付けて、火打ち石と打ち金で着火、水しぶきが上がっている。少し距離を取って、ドカーン、なんじゃこりゃー。辺り一面が水源になったんですわ。早速イカまでスポーンしているな。実際に試した場合、こんな TNT があれば、もしネザーで爆発させたらどうなるか気になるな。もし装置が成功したらネザーでも試してみよう。というわけで装置を準備したぞ。あとはレバーを動かすだけだな。水源から水が流れていかないようにバリアブロックを使っていたところが、ゲーが細かったよな。それじゃあ動かすぞ。やっぱりダメでした。海外の動画の場合、レッドストーンの上のガラスブロックを破壊するプレイヤー、上からどんどん砂が降ってくるが、それらをアイテム化させていくレッドストーンパウダー。次は隣の砂利で試してみよう。ガラスブロックを破壊して、砂利も全部がアイテム化しちまった。それじゃあこれならどうだ？金床を支えているガラスブロックを取り除くと、レッドストーンパウダーに金床が降り注ぐもことごとくアイテム化していく。レッドストーンなら何が降ってきても耐えられる？と思いきや溶岩は上塗りするように降り注ぎ、水にはアイテム化させる。
られて取り除かれるのでした。実際に試した場合、同じようにレッドストーンパウダーの上からいろいろ落としてくぞ。まずは砂から、うむ、動画の通りになったぞ。お次は砂利だな。これもアイテム化していく？それから金床、動画と同じくアイテム化した。それじゃあレッドストーンに買った溶岩は、やっぱり上から塗り重ねちまったな。この時レッドストーンパウダーはどうなってるんだ？溶岩を取り除くと何もない。アイテム化したがマグマダイブでアイテムロスとしちまったんだな。そして水を流すと、動画の通りアイテム化しました。海外の動画の場合、地面に溶岩バケツを使用し、もう片方には水バケツを使うプレイヤー。水と溶岩の境目ができたぞ。ここにチェストを2つ配置、そのまま水側に着陸して待っていると、水流で流されたプレイヤーがチェスト同士の隙間に到達。そこで燃え上がるプレイヤー。チェストの隙間からマグマに触れてしまったんだ。すぐに水で消火することも可能だが、水の上なのに燃えるという不可解な現象が発生するぞ。今度は2マスの水中で同じことをやってみよう。水の中でも燃え上がるプレイヤー。溶岩の力恐るべしといったところか。実際に試した場合、普通に考えたらありえないよな。水の中にいたら火がつくわけないんだから。というわけで動画と同じ構造を再現したぞ。早速水と溶岩の境目へ行ってみると、あちち、燃えてしまった。動画は正しかったということか。でも水が少ないだけなんじゃ。全身が浸かる水中で試そう。水路を作って水を設置。それじゃあマグマへゴー。あちい。水と溶岩の境目に立つと水があってもプレイヤーは燃えちまいました。海外の動画の場合、いろんなブロックが T 字に並んだところに、順番にモブの頭を配置していく。この配置、どこかで見たことがないか。そうか、エンドポータルに似ているんだ。全部置いてもポータルは開通しなかったが、ここでプレイヤーはレッドストーンパウダーを取り出す。T 字のブロックすべてに接続するように回路を作成し、回路の先端にはレバーを配置。これを操作すると、何やらポータルが開通。この先は一体どうなっているんだ？実際に試した場合、あのポータルの先、すごく気になるんですわ。まずは動画と同じように T 字のブロックを置いていこう。全部置いてみたぞ。次はモブの頭だな。動画に合わせるとこの組み合わせだぞ。置けたな。動画と同じくこの時点ではポータルは開通していない。これにレッドストーンパウダーで回路を作ってっと。仕上げにレバー。それじゃあレバーを操作するぞ。ポータルの先がどうなっているのか気になってしょうがないんですわ。それじゃあレバーオン。あれ？あれ？あれれ？海外の動画の場合、空中に設置された金ブロックにビリジャーが二人、無人の金ブロックに村人を召喚すると、クロスボウに撃たれて落ちていく。農家の村人でも同じ末路をたどるぞ。肉屋でも同じ、鍛冶屋でも、聖職者でも、でも子供村人は、攻撃されませんでした。実際に試した場合、動画のように空中にブロックを配置したぞ。二箇所にビリジャーを召喚して、残りの一箇所に村人だ。やっぱり大人の村人は食用に関係なく攻撃されているぞ。それじゃあ子供村人は、やっぱり攻撃されませんでした。ちなみにピリジャーが子供村人を攻撃しなくなったのは、統合版が2019年、Java 版が2021年のアップデートからだ。Java 版の方が遅いなんて意外だな。ここで新たな疑問、他の邪悪な村人はどうなんだ？子供村人の周りに邪悪な村人を配置してみたぞ。誰も攻撃しないな。だったらこれは、ヴィンディケーターをジョニーと命名。邪悪な村人以外のほとんどのモブを攻撃するようになるぞ。あ、ラベジャーだけやられちゃったな。海外の動画の場合、いろんなサイズのアイアンゴーレムの召喚準備が整っている。まずは一番大きなこいつから、レバーオン。よだれを垂らした巨大なアイアンゴーレム？なんだか賢さが心配だな。それじゃあ次に大きいのも見てみよう。レバーで起動すると、女性のボディービルダー？力強い見た目だが防御力は低そうだ。残りの2倍のサイズだと、レバーを操作。なんかすごくバランスの悪いアイアンゴーレムが出てきた。やっぱり普通のアイアンゴーレムが一番だな。実際に試した場合、動画ではろくな結果にならなかったが、本当に召喚されるのか検証だ。動画と同じように3種類のサイズで鉄ブロックと飾りかぼちゃを置いたぞ。早速レバーで起動だ。こっちも、こっちも、やっぱりどれもゴーレムを召喚できませんでした。この動画が楽しかった人はチャンネル登録と高評価よろしく。